日本武道館、いきなり朝子、朝子の朝子のキック、ドロップキックから入りました。常に前向き挑戦的な朝子、ヘッドロックに行きます。モスマン、ロングアタックル、体の大きさではモスマンの方が上です。ガインメイヤー、この辺り、ああ後ろにエルボースルーした。モスマンロープから、おっと朝子を返していきます。世界ジュニアヘビー級選手権試合、マウナケア・モスマンと朝子悟の一戦であります。この世界ジュニアヘビー級、いきなりと言っていいこの朝子、カウント2だというレフェリー山本。しかしこれかなりモスマンダメージを受けています。モスマンはたまらずエプロンスタエスケープ、朝子が追う、朝子のプランチャー。やはや朝子、この世界ジュニアヘビー級選手権試合にかける意気込み、相当なものがあります。90年に全日本プロレス入り、91年4月4日デビュー以来、デビュー8年目、朝子トップロープから カウント2です。朝子の猛攻です。セカンドロープからトップロープに立ち上がったところ、モスマンがカットに行きます。朝子こらえる。さあセカンドロープに上がったモスマン、この位置からどういう展開に持っていくのか。さあ朝子がここで、あっとそのまま持っていく、そのまま持っていく、アボボ体勢、カウント、カウント2だ。さあここで場内を味方につけた朝子、まだ5分長少しか経っていません。さあトップローブにモスマンを持ってきた。さあこれは流れ式フランケンスタイナーカバー、カウント2、朝子の意地、4度目の挑戦、朝子もう顔が涙が出そうなほど意識が朦朧としているか、いや違う、その意地の表れだ。ニーリフト、トラスキック、モスマンが膝をつきます。円錐へ、世界ジュニアヘビー級選手権です。さあこれはもしかして、もしかして出ました、 SDA スーパードライブ朝子、チャンピオンの意地を見せるかモスマン。さあ足を引きずりながらも朝子トップロープへ向かった、ローキック、ハイキック、ハイキック、朝子向こう向き。さあモスマンの体勢だ、モスマンの体勢だ、モスマン後ろ取った、おっとこれはモスマン、この角度から行ってしまった、強烈なダメージを与えたモスマン、カウント2、三冠ヘビー級選手権のような盛り上がり、日本武道館、かつて世界ジュニアヘビー級選手権でこれだけ日本武道館盛り上がったことがありましょうか。おっハワイアンクラッシュ体勢かわした。さあここからすぐに行く、向かって、さあ巻き太られ、カウント取りに行く、モスマンの肩がついていた、しかしカウント2。朝子悟、今シリーズ 6.5 札幌中島体育センターで道のくプロレスのスペルデルフィン村田なにわとの対戦、全日本プロレスを代表して、ジュニアを代表して登場しました。その朝子ゲス全レッスン、ハワイアンクラッシャー、ハワイアンクラッシャー、モスマン決めるのか、決めるのか、決めてしまった、モスマンが決めた、モスマン3度目の防衛、ジュニアヘビーの、ジュニアヘビーのチャンピオンは俺だ、マウナケア・モスマン。気持ち的に今回のタイトル戦というのは、気持ちの持っていき方とかいかがでしたか。いや今回はこれもう取りたいと思ったことないし、ショックです、負けたという。おめでとうございます。どうもありがとうございました。今率直な気持ち、感想を聞かせてください。I feel good. ヘビー級へも
狙っていくということは、はい、I want to heavyweight と今度のフューチャートリプルクラウンチャンピオン多分、いや私のドリーム、テレビを見ているファンの方々にメッセージを一言お願いいたします。いつもありがとうございました。私は頑張ります。よろしくお願いします。乾杯。